デンジル・ルエリン・ダグラスは、セント・クリストファー・ネイビスの政治家、元首相、セント・キッズ・ネイビス労働党所属、セント・クリストファー党北部のセント・ポール村に生まれ、学生時代は医学を学んだ。1977年に、理学士号を、1984年には、医学士号を、西インド諸島大学で取得した。1986年に診療所を設立して、 開業医となり、1980年代以末に、セントクリストファーネービス医師会の代表に就任した。1989年、ダグラスは、セントクリストファー選挙区から国会議員に選出され、セントクリストファーネービス労働党の党首と野党院内総務に指名された。ダグラスは1995年の総選挙に向けて、党内の改革と活性化を図り、 その結果としてその年の総選挙で勝利した。そして、連邦政府から首相に任命され、2000年3月には再任された。2004年10月の国政選挙でも、セントキッズ島選挙区の8議席のうちのな議席を、ダグラス率いる労働党が獲得して対象し、首相の3期目をスタートさせた。その後、2010年1月25日の総選挙でも、労働党は、 セントキッズ党の8議席のうち6議席を獲得して勝利し、ダグラスは4期連続で首相に任命された。しかし、2015年の総選挙では、労働党は議席を3つ減らして野党となった。そのためダグラスも退任し、人民労働党のティモシー・ハリスが新たに首相となった。ありがとうございます。